美郷町の地域おこし協力隊、松岡力さん25歳、炭焼き職人を目指し現在研修2年目です。この鴨くべっていう作業結構すごく好きで、今回初めて一人で炭焼きに挑戦することになり、自ら切り出した原木のあらかしおよそ6トンを釜に入れる釜くべの真っ最中です。釜出しする出す時とか火を上げる時とかに、まあ、崩れてしまうような立て方はダメというか、基本的にはこう隙間はなくこうあまり動かないようにしてピチッと向こうにつけてやるようにしてます。なんかテトリスみたいな感じで。兵庫県出身の松岡さん、美郷町の炭焼きの技術の継承が課題となる中、おととし町と職人たちが連携して初めて受け入れた担い手です。山と炎に関わる仕事がしたいと、これまで山での作業をはじめ炭作りに必要な技術を一から学んできました。純粋に楽しいしかっこいいって思うところの方が多くて、いつも楽しそうに取り組む松岡さんですが、悩んだことも。体力とか筋力も今より圧倒的に足りてなかったのもあるんですけど、まあ、毎晩腕がつってたりとかして一人でやることを前提に考えると、なんかどこまで通用するのかなとかはすごい思ったんですよね。だから来て2、3ヶ月ぐらいはなんかそういうことを結構すごく悩んでて、自分に本当にできるのかなみたいな。この日は大先輩上杉敦弘さんの釜出しのお手伝い。松岡さんは特に長く指導を受けてきた移住者の先輩でもある狩峰和彦さんと、狩峰さんを指導した上杉さんを師匠と呼び、自分なりの炭焼きを模索する日々です。小柄で華奢な体格も少したくましくなりました。そんな中、松岡さんは当初3年を予定していた研修を1年早い今年5月末で終え、独り立ちすることを決めました。本当によく教えてくれはる方々がやっぱこう70歳80歳とかだと、なんか同じその足並みで生誕できる期間ってなんか本当にいつまでか、まあ、全然元気なんですけどこう分からないなと思ったり、もうやりながらなんか一緒に炭焼きしていけたらなとか思ったりして2年だと思いました。この日は釜くべの作業を終え、いよいよ火をつけようとしますが、私あれだ、ライター忘れた。慌てて近くの牛舎へ借りに走ります。ライター持ってない？マッチかライター持ってない？小さなトラブルもありましたが、無事に着火完了。備長炭ができるまでは1ヶ月ほどかかります。火入れからおよそ50日が経過した今月3日、翌日に釜出しを控え、1日かけて徐々に釜の入り口の穴を広げ空気を送り込みます。寝らしといわれる炭を焼き締める作業です。そして釜出し当日、まだ真っ暗な午前4時、釜の中は真っ赤に燃え炭が輝いています。狩峰さんら師匠たちも駆けつけました。得意だ、はい、燃えるから。あんま慌てなくて、少しずつ出された炭は灰と土を混ぜたものをかけて消火。こうした作業がおよそ12時間続きます。そんな中やってきたのは田中秀俊町長。松岡さんに声をかけます。3時半、よく頑張りました、はい、これからも続けてまいりますので、まあ、自分で1年前になったということです。あとうちにとっては
素晴らしいことかなと。そして気になる炭の出来は、手でも折れる。あ、だから全体的にまだ乾燥しない。じわじわ燃えてったところと、あ、ここがなんかちょっと激しかったのかなみたいなのが見て取ると、あ、じゃあなんか どこを変えたらよかったんかなとかを思いながら。それでも師匠2人は合格ですね。ああ頑張ったおかげです。できちゃうのは炭の良し悪し云々よりは、まあ頑張りました。これからです。奥深さや難しさを改めて感じた一人での炭焼き。これからも自分なりの炭焼きを目指して修行の日々が続きます。炭焼きの活動してる中で、なんか山で感動することとか、なんか窯でその人の教えてくれる人とか、昔ながらやっている人の姿を見て、なんかこうなんか胸躍る時があるから、なんかそういうのをこう大事にして、でそれをなんか長く続ける中で、まあ、自分も壊さずに、まあ、人にこうなんか次来た人にも伝えられたりとか、何かそういう要素を自分も感じてもらえるような担い手になりたいです。